スプリトは、クロアチア南部スプリトイコールダルマチア軍の首都で、ダルマチア最大の都市。アドリア海東海岸の小さな半島に位置する。295年から305年、ディオクレティアヌス宮殿を造営されたことが、都市の起源となったことが知られる。それより早く、ギリシャ植民地アスパーラトスが建設されていた。ギリシャ人らは、近郊の都市、サロナに住む。 イリュリア人との貿易を行って暮らした。当時、共和制ローマがアドリア海東岸で強い影響力を持つようになり、紀元前229年から219年にかけてのイリュリア戦争においてイリュリア人を征服した。揺るぎないローマの力の下古代ローマ人はサロナを首都とするダルマティア族州を建設した。この時、市名アスパーラトスから、 サロナに似せたスパラトゥムに変更された。品種の病にかかったローマ皇帝ディオクレティアヌスは305年に政治から引退した。彼は故郷の近くに隠居用の宮殿を建てるよう命じ、故郷ディオクレアにほど近い海辺の町スパラトゥムを建設の地に選んだ。建設事業は政界引退をディオクレティアヌスが準備していた293年に始まった。 宮殿はどっしりとした構造をしており、ほとんどローマの軍事要塞のようである。宮殿南側は海に面し、その城壁は170メートルから200メートルの長さで囲む。城壁内の面積は3万8000平方キロメートルであった。宮殿の水道は堅固な造りで、ディナルアルプス山中の宿路水源から水道路で供給されていた。この潤沢な宮殿と周囲には、 当時8000人から1万人の住民が暮らしていた。住民には公園と余可施設が与えられていた。ディオクレティアヌスは郊外のマリーアンキにそのような野外施設を作った。彼は後に予定通りにきっちりと引退し、自発的に自ら職を知りいた最初のローマ皇帝となった。476年に西ローマ帝国が滅亡するとスパラトゥムは 東ローマ皇帝の支配下に置かれた。スパラトゥムは非常にゆっくりとはるかに大きなサロン。しかし639年頃にサロナがアバール人とスラブ人の信仰で略奪されると住みを失った市民の大多数が近郊のアドリア海諸島へ逃れた。東ローマ支配が地域で復活するにつれローマ市民は大セベルスと呼ばれる貴族の主導のもと本土へ戻った。 彼らはスパラトゥムにあるディオクレティアヌス宮殿に住むことを選択した。宮殿が強固な要塞状だったためである。この時には宮殿は長く打ち捨てられていたが建造物内部はサロナからの避難民によって新しい属州の首都として以前より大きな都市に改造された。今日宮殿はスプリト市の内閣として存在しており、今も商店や市場、広場、 住宅があり、市民が暮らしている。古い聖堂は、旧宮殿の木材橋と通路の中に織り込まれている。宮殿を囲む城壁をそのまま都市壁とし、地下室を市の食料庫に転用が7世紀にスパラトゥム一帯へ移住してきた。広廃地とアドリア海諸島は、数でクロアチア人が優勢であり、彼らは、かつてのローマ都市にも影響を及ぼし始めた。 初期の中世クロアチア国家は、シベニクのような近隣の沿岸都市に建国された。そして、後輩地の大多数のクロアチア人国家に取り巻かれた。数世紀にわたりスパラトゥムは、ますますクロアチアの特徴を増した。これは、市内と周辺にある境界建築に見られる。市内のローマ人人口は、次第に周辺のクロアチア人と混ざり合うようになった。 アドリア海北部のベネツィア共和国がダルマチア地方に影響を及ぼし始めたのは10世紀からであった。彼らは成長する経済力をもとに沿岸諸島や沿岸都市を次々と獲得していった。数十年の間にスプリトも同時にクロアチア国家とハンガリー国家が衰えたためにベネツィアの影響下に入った。東ローマ帝国が衰退したことから クロアチア王国が事実上のスプリトの創始国となり、国家の封建的特性のため顕著な自治権を授けられた。1102年、クロアチア王国は、ハンガリー王、カールマーン一世によって、ハンガリー王国との同訓連合を強いられた。しかしスプリトは高度な自治を保ち続け、私独自の通貨と同様に特権を授けられた。スプリト制度の主老神聖ローマ皇帝。 ジギスムントとナポリオ家であるアンジュ家との間のハンガリー内戦が20年続く間勢いを失ったラディズラーを一世はダルマチアにおける自身の権利をほんの10万ダカットでベネツィア共和国へ売り渡した1420年にさらに中央集権化した共和国がスプリットを掌握ベネツィア支配はその後377年続いた 当時の人口はスラブ語に属するクロアチア語話者が多かったが、公用語はイタリア語だった。スプリトの自治権は減らされた。最高権力者は常にベネツィア生まれの人間が務めた。このような自治を抑えつけられた状態にもかかわらず、スプリト浜もなく、注目を引く港湾都市に発展していった。スプリトが近郊のクリス水道を通って、 オスマン帝国が抑える内地へと向かう重要な通称路上にあったからである。同様に文化も花開き、クロアチア人古典作家、マルコ・マルリッチを生んだ。マルリッチの代表作、ユディタは、スプリトで書かれ、1521年に出版された。スプリトは、最初のクロアチア文学の近代作品が生み出されたのである。なお、文化活動の進化と達成等を成し遂げた作品は、 主として、貴族のために書かれたことが知られる。ベネツヤ支配者が教育、医学施設に関心を見せたことから、スプリトの識字率はずば抜けて高かった。スプリトは、1797年のカンポフォルミオ条約で、ベネツヤが没落するまで支配を受けた。短期間のナポレオン支配の後、ウィーン会議によってスプリトは、オーストリア帝国に割り当てられた。この時代に、 市内への広範囲な投資が着手され、新しい通りが作られて、古代の要塞の一部が取り除かれた。オーストリア帝国時代のスプリト地域とダルマチア王国は分離された行政単位であった。ナショナルロマンティシズムの結果である1848年革命の、あと、二つの派閥が現れた。一つは、人民党に率いられた親クロアチアの連合派、そして幾分か。 小さな権利党であった。どちらもハンガリーの行政監督下にあったクロアチアスラボニアとダルマチアの連合を主張していた。この派閥はスプリットでより強く本部を置いていた。もう一つの派閥は親イタリアの自治主義派で彼らの政治的目標はイタリア王国との政治的連合のもとオーストリア・ハンガリー帝国内での自治権を修正することであった。 スプリトでの政治的同盟は時間がかかった。当初、連合派と自治主義派は互いに提携して、ウィーンの中央集権主義に対抗していた。しばらくして、民族的な疑問が突出したことで二つの派閥は、もとを分かった。しかし、オーストリア支配下で、スプリトは大体において沈滞した状態にあったと言われている。1848年のヨーロッパの大きな地殻。 変動は、スプリトにおいて起きなかった。反乱も起きなかった。ユーゴスラビア王国、編集第一次世界大戦後、オーストリア・ハンガリー帝国が解体され、スプリトを含むダルマチア県は、セルブ・クロアート、スロベーヌ王国の一部となった。しかし、アドリア海島岸の二大都市リエッカとザダルは、イタリア王国に併合された。スプリトは、ユーゴスラビア王国の最重要港となった。 新しい王国では、スプリトは新しい行政単位プリモルスカ州の中心地となった。理科鉄道がスプリトと国内他都市を結んで1925年に完成した。ツベトコビッチマチェク合意の後、スプリトは新設された行政単位であるクロアチア自治州の一部となった。第二次世界大戦、編集1941年4月。 ナチスドイツのユーゴスラビア侵攻に伴い、スプリトはイタリアに占領され、1ヶ月後には正式に併合された。イタリアの支配は、クロアチア市民の強い反発を招き、人口の3割がヨシップティトを率いるパルチザンに加わった。地元のサッカークラブは、イタリア国内大会への参加を拒否された。HNK ハイドクと RNK スプリトは、その活動に疑いを持たれ、 あとに、両方のチームとも、スタッフ全員で、パルチザンに加わった。その後すぐ、ハイドクは、パルチザン運動の公式サッカークラブとなった。1943年9月、イタリアの降伏に伴い、スプリトはパルチザンに加わった。数千の義勇軍を含む地頭の大部隊によって、解放された。わずか数週間後には、ナチスの傀儡国家クロアチア独立国の占領下に、 戻った。占領期間、旧市街の一部同様に、港湾施設の一部が、クロアチア独立国とドイツの爆撃によって、損傷を受けた。数軸国側の爆撃で、悲劇的な展開となっていた。最中、非常に親パルチザンであるスプリトは連合国軍からも、爆撃を受け、数百人の犠牲者が出た。とうとう、パルチザン側が死を解放したのは、 1944年10月26日であった。1945年2月12日、ドイツ海軍はスプリト港における思い切った反乱を指揮し、イギリスの軽巡洋艦デリーを損傷させた。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、編集第二次世界大戦後、スプリトはユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成するクロアチア社会主義共和国の一部となった。 この時代、市は大きな経済、統計ブームを体験した。12の新工場、その他多くの会社ができたことで市の人口が増加した。スプリトはクロアチアの国境をはるかに超えたアドリア海沿岸一帯の経済中心地となった。そのために大規模工業化と融合中央政府による投資で新たに建てられた工場へ職を求めて、 発展途上の内地から移住者の波が押し寄せた。造船業は突出して発展し、ユーゴはこの分野で世界でも有数の国となった。多くのレクリエーション施設が連邦の基金で建てられた。1979年の地中海競技大会会場となったスタデオンポルドが知られる。スプリトはユーゴ最大の旅客及び軍港となり、ユーゴスラビア人民軍の沿岸警備部門と、 ユーゴスラビア海軍の本部の所在地となった。1945年から1990年の間、スプリトは全体的に生まれ変わって拡大し、半島全体を地域に含めた。同じ時代、GDP と雇用率は現在よりはるかに高く、ユーゴ最大の都市の一つであった。クロアチア独立、編集1991年にクロアチアが独立を宣言したとき、 スプリトは、ユーゴ海軍の本部と施設同様、ユーゴ人民軍の大規模中東軍を抱えていた。これが1ヶ月以上にわたる、ユーゴ人民軍とクロアチア国民防衛隊、警察との緊張関係を引き起こし、時には様々な事件が勃発した。最も悲惨な事件は1991年11月15日に起こった。 ユーゴ人民軍のフリーゲート艦スプリトが砲撃したのである。被害はわずかであったが数名の犠牲者が出た。この事件ではクロアチア人人口が独占的に占めている旧市街だけが封鎖された。攻撃の行われたのと同じ日、クロアチア勢力はフリーゲート艦を損傷させ艦を放棄させた。多くがクロアチア人であったユーゴ人民軍の艦船上員は 同じクロアチア市民への攻撃を拒否し、艦の連帯を離脱した。1992年1月の間、スプリトにあるすべてのユーゴ人民軍及びユーゴ海軍施設が明け渡された。この後、景気交代がすぐに始まった。2000年代に入ると再びスプリトでは開発の勢いが戻ってきた。観光地として注目を集めるようになり、現在では、 クロアチアの有力な観光拠点や経済的な中心として多くの新しいホテルやオフィスビル、住宅などが整備されている。また多くの開発計画も再開され新たなインフラの整備も進められている。2009年にはスプリト市の大きな計画の一つであるスパラディウムアリーナが完成した。スプリトはカシテラ湾とスプリト海峡の間にある半島に位置する。 半島の西部は標高178メートルのマリーヤンキューが占めている。標高779メートルのオネコジャクと標高1339メートルのモソルが死の北と北東を守り、これらが内地からスプリトを隔てている。カシュテラワン地図。ワンを囲んでトロギル、空港、カシュテラ、ソリン、スプリトが位置する。スプリトは地中海性気候である。 暑く乾燥した夏気、温暖で湿潤な陶器が特徴である。スプリトはヨーロッパ有数の日照を誇る。地中海性の常緑の植生を持ち、亜熱帯性植物が市内や周辺部で育つ。マリアン球は広大な栽培された森林で覆われている。2001年の調査によると、スプリト市の人口は188,694人であった。 2007年には22万1456人に増加した。スプリト都市圏にはおよそ41万人の人口がある。スプリトはクロアチア国内で最大の人口増加地域の一つである。スプリトイコールダルマチア軍全体ではおよそ47万人の人口を持ち、そのうち95.15%がクロアチア人である。市人口の88.37%が カトリックに属している。ユーゴスラビア時代、スプリトは造船、食品、化学、プラスティック、織物、製紙などの工業を含む多様な産業を基盤にした経済的な先進地であった。1981年のスプリトの GDP はユーゴスラビア平均の137%であった。今日、ほとんどの工場は閉鎖され失業者が驚くほど増大した。そのため、 スプリト市では商業やサービス業を集める試みを行っている。新たなザグレブ、スプリトハイウェイは、スプリトをクロアチアの高速道路網によって統合し、経済の活性化や新たなビジネスにより、市中心部の開発や郊外の開発を助ける。2005年7月に全体のルートが完成し、今日スプリトの経済は、ほとんどが商業や観光業によって担われ、 旧来からの食品や製紙、コンクリート、化学製品などは部分的に回復してきている。1998年よりスプリトは毎年開催されるクロアチアボートショーのホストを務めている。2005年と2006年にスプリトでは他の地域に比べ多い4000もの新たな雇用が創出されている。2006年上半期6%の経済成長をし、 外国投資は76%増加した。また初めて輸出水準が輸入水準を上回っている。造船業も回復し大きな分野の一つとなってきている。スプリトには24の小学校と5つのギムナジウムを含む23の中、高等学校がある。大学は1974年に設立されたスプリト大学、代わり近年成長している。現在、 2万8000人の学生が在籍し12の学部がある。新たなキャンパスが作られ2012年に完成する予定である。ぐルグリニンスキ像イヴァン・メストロビッチ作。1929年1979年、スプリト歴史地区はユネスコ世界遺産に登録された。スプリトはクロアチア文化の中心の一つとして知られる。文学の伝統は中世より 足跡がたどれる。マルコ・マルリッチを含む、さらに近代のスプリトは、ユーモア感覚を持つ有名な作家らによって、他より秀でていた。この中で最も知られるのは、ミリエンコスモイエである。イーボ・ティアルドビッチは有名なオペレッタ、小さなフロラム家で知られる。スモイエモティアルドビッチも、古いスプリトの伝統を表現したと考えられている。この伝統は、死が発見途上のない地から、 多くの移住者を受け入れたことで、ゆっくりと死に耐えてしまった。スプリトの休暇は未だ極度に、ダルマチア沿岸部の暮らしや価値に固執しており、しばしば古代都市の伝園化において、彼らは自らの嫌悪感を公にする。スプリトは二つの重要な考古学博物館を抱えている。一つは古代の、もう一つは中世初期のものを収蔵している。最も見分けのつく、 スプリト文化の状況はポピュラー音楽である。イーボ・ティアルドビッチ、ズデン・コル・ニッチら作曲家が知られている。彼らはユーゴスラビアで最も影響力のある音楽家であった。夏季には最大の文化活動、スプリト音楽祭が開催される。クロアチア独立以後最大のスプリトでのコンサートであり、ミショコバチ、トンプソンらが出演した。また、 伝統的なクラパ歌手の公演のある夜には、ダルマチア中からポルユードスタジアムへ歌手が集まってくる。多種多彩な特性を持つにもかかわらず、映画の伝統は20世紀初頭から始まった。ヨシップ・カラマンの作品は、数作が比較的スプリト周辺で撮影された。街並みスプリトは、ダルマチア地方の広域交通の欠接点で、スプリト市内の主な交通手段は、路線バスである。 ザグレブ、スプリトハイウェイに加えて、ザダルからズブロニク間のアドリア海沿岸の主要道路はすべてスプリト市内を通過する。スプリトは、クロアチア鉄道の路線網では結束する最南端の地である。スプリト中心部では、中央駅に達する前に、鉄道は2つのトンネルを通っている。ザグレブやリエーカなどからは5時間から9時間ほどかかり、非電化の単線である。 都市間旅客輸送の主要な手段は長距離バスが占めるが、ザグレブ、スプリト間には、振り子式のインターシティレギオスインガーが導入されているほか、夜行列車の運行もされている。現在、新たな改良計画はなされていないが2007年10月より途中接続する新たなザグレブリエカ線の整備が始まった。2006年12月に、スプリト郊外鉄道が開業し、 スプリト港からカシテラを結んでいる。この路線は複線化と電化が行われ、新たに低床電車が導入される計画があるほか、空港やトロギルなどへも路線網が広がる計画もある。最南端のスプリト駅には、ヤドロリニアフェリーターミナルが隣接している。スプリト空港エントランススプリト空港空港は、クロアチア第二の空港で、2014年の 乗降客数は175万2657人である。定期便はザグレブとフランクフルト、ケルン、ロンドンなどの路線があるほか、夏季には季節限定運行日も多く発着するため旅行者で混雑する。2009年から約10年かけて空港全体の拡張が行われる予定。港の乗降客はアドリア海島海岸で最大であり、 対岸のイタリアンコーナーと結んでいる。下記には、ペスカーラ間ンのフェリーが就航する。また、ダルマチア中部の当初とは、スプリトからのフェリーがほぼ唯一の交通手段となっている。スポーツが盛んな土地柄で、サッカー、テニス、バスケットボール、水泳、ボート競技、セーリング、追求、陸上競技、ハンドボールなどが人気がある。 サッカークラブ HNK ハイデュークスプリトの本拠地である。また、トニー・クー・コッチやディノ・ラジャラも所属したバスケットボールクラブ KK スプリトの本拠地である。1979年に地中海競技大会、1990年にヨーロッパ陸上選手権、2009年に世界男子ハンドボール選手権、2010年に IAF コンチネンタルカップが開催された。 ありがとうございます。